ノみ防災株式会社とは、国内最大手の総合防災設備メーカーであり、消防設備施設工事業を行うサブコンである。火災放置設備、消火設備の製造開発、施工のほか、トンネル、船舶、プラント向け防災設備を手掛けている。愛知万博で有名になった、ドライミストの製造開発も行っている。セコムグループの一員である。火災放置設備、 消火設備をはじめとした各種防災システムの研究、開発、製造、試行、保守まで一貫して行っている。一般的なビルのほか、プラントやトンネル、ゴミ処理場、空港といった大規模物件にも個別にシステムを開発し、対応している。またスプリンクラー設備の技術を活かし、屋外気温低減システムである、ドライミストを名古屋大学、清水建設。 中部電力、川本製作所、NEC 東金と共同開発し、商標を登録。愛知万博や六本木ヒルズ、秋葉原クロスフィールド、熊谷駅北口などに納入している。また、熊谷市のイベントにも貸し出しを行っている。2006年6月1日施行された改正消防法により、新築住宅に、また、 既存住宅にも順次住宅用火災警報器の設置が義務付けられたことを踏まえ、住宅用火災警報器、守るくんシリーズの開発と製品化に力を入れている。三鷹市は、高齢者住宅や障害者住宅に5000個無償で設置、残りの500個は公共施設に設置すると発表。飲み防災は自らを防災のパイオニアと位置づけており、国内で、 初めての設置物件、開発したシステムが非常に多い。国内初の設置物件開発したシステム1923年、関東大震災の視察のため東京を訪れていた創業者、の見てる数は、本被覆所被服症跡地で火災旋風に煽られ死亡した被災者の遺骨を積み上げた12の白骨のピラミッドを目にし、強い衝撃を受ける。 4万人もの人間が、この狭い地域において、瞬時にして死んだが、これは、地震のためでなく火事のためであると考えた、のみてる数は、未だ初歩的な破壊消防が主であった、当時の日本の消防の実態に疑問を覚え、自ら消防事業に乗り出した。イギリスの GL スミス氏の空気感識、自動出火速報器の特許を買い取った、のみてる数はこれを改良し、 1925年に、複数の湾型空気室とダイヤフラム、接点、リークバルブを備えた、検出機と、内径 3mm の円管から構成される、火災警報器を製造、販売に乗り出した。翌年の1926年に、片倉製紙防石株式会社オカヤ工場に、国内初となる、自動出荷速報器を設置した。なお、 火災放置機としては1920年に東京放置機株式会社が日本橋に設置した M 型発信機が国内初となる。研究所、工場支社、営業所海外その他主要市会社その他20社、関連会社。ありがとうございます。